4年目を迎える四つ星終わりのコロニーです。もともとは左側にある丸型の石膏ケースで飼育をしていたんですけれども、コロニーの成長に伴って真ん中の四角い石膏ケースもつなげました。コロニーは順調に成長していて、とてもいい感じなんですけれども、実は一つ問題を抱えておりまして、この真ん中のですね、四角い石膏ケースの、下の部分、これワーカーが、聞きしているのが見えるでしょうか。実はですね、この四つ星終わりの頃に、真ん中の石膏ケースの石膏部分を掘ってしまって、こんな感じで、下の部分に、スベアを作ってしまいました。もともとですね、樹上種の、アリなので、まあ、木の、幹や枯れ枝なんかを掘るような感覚で石膏を、掘ってしまいます。掘ること自体は問題ないんですけれども、石膏の下に潜ってしまったことによって、コロニーの全体が、観察しづらい状態になってしまっているので、今回は新しい、飼育巣を作ってですね、また観察のしやすい状態に戻していきたいなと考えています。ということで、新しい飼育巣を作っていきたいと思うんですけれども、作る上での、コンセプトを2つ押さえておきたいと思います。一つはより硬い石膏とより大きなスペース、掘られにくいより硬い石膏を使うことと、コロニーの成長に合わせたより大きなスペースを用意できたらなと考えております。もう一つは湿度の選択肢、これはですね、四つ星終わりは、樹上種、木の中に住むアリなので、どちらかというと、乾燥気味の環境、それから木を使った飼育巣なんかも適しているかと思うんですが、このコロニーは、今まで石膏巣で順調に成長してきているので、その部分は今回は変えずにいこうかなと思っています。ただ、湿度の管理に関しては、土の中に住む土中種などに比べるとややちょっとデリケートな印象を持っているので、飼育巣の中に2つの、湿度を準備できるような構造にして、アリたちが、より湿り気のある方や乾燥した方、好きな方を選べるような、構造にしたいなと考えています。では、まず今回使うケースなんですけれども、こちらの今まで、使っていたものよりも大きな、ポリカーボネートケースですね。それから今までと同じサイズのポリカーボネートケース、この辺はアクリルのケースでも代用可能です。この2つのですね、違うサイズの、ケースを組み合わせて、今回は作っていきたいと思っています。じゃあまずは、穴開けですね、外側の大きなケースの方に、左右にチューブ接続口を、つなぐための穴を開けていきます。ドリルでこんな感じで穴を開けていきます。はい、できましたね。今回は左右に、直径10ミリの穴を開けました。これで大丈夫です。それからですね、同じく、外の大きなケースの方に今度は直径4ミリの小さな穴を開けます。これはですね、給水用の穴として考えています。はい、できました。こんな感じですね、4ミリの小さな穴です。はい、これで外枠の穴開けは OK です。では、次の工程に移りたいと思います。先ほど穴を開けたポリカーボネートケース、左右にまずチューブ接続口があって、それからこちらに直径4ミリの給水用の穴が開いています。それに今回はですね、こちらの一回り小さなポリカーボネートケースを組み合わせる形にしたいと思っています。こんな感じで真ん中につけたいなと思ってます。では、真ん中のですね、ポリカーボネートケースを、セロハンテープで、固定しました。この部分は、石膏を敷いてですね、中に埋もれる部分なので、とりあえず、場所が動かなければ大丈夫かなという、感じです。
そして、左右のチューブ接続口とそれから給水用の穴にですね、この細いチューブを通しました。このチューブは、石膏を敷いた後に引き抜いて、このチューブの形に穴が残る感じにしようと思ってるんですけれども、そこから石膏に直接水を、注ぐ感じにできたらなと考えています。こんな感じで、チューブ抜く予定ですね。本来はこういう感じになります。はい、ただ石膏を、流し込む前に一旦チューブを入れておいて型を取るような感じですねにしようかと思っています。じゃあこんな感じで、この工程は終了です。では、次の工程ですね。次は、先ほど作った、ポリカーボネートケースの中に石膏を実際に引いていきます。こちらですね、適量の、石膏、今回はですね、掘られにくいようにちょっと固めの、質のいい石膏を用意しました。それから、石膏を溶くのに、分量を測った水ですね、そして着色用に、アクリル絵の具を用意しました。これ前にですね、石膏素を作った時に、水彩絵の具使ってしまったんですけども、ちょっと色が溶け出してしまうんで、アクリル絵の具ですね、これを今回は使います。先にですね、水の中に、アクリル絵の具を垂らして、石膏ではなくて水の方に、まずは色をつけるような感じにしました。でこれを溶いていきますね。溶け残りがないように、これ溶け残ると、石膏混ぜた時にちょっとムラになってしまうので、よくかき混ぜます。で、着色が終了しました。じゃあここに、石膏を混ぜていきます。石膏をですね、溶くための水の量は各、石膏のパッケージとかに適量が書いてあるので、それで測るとちょうどよくできるのではないかと思います。じゃあこんな感じで、まずは石膏を、着色した水の中に入れました。あとここからはですね、また、よくかき混ぜて、石膏を溶いていきます。でこの石膏も溶け残りがあると、ダマになってあまり良くなかったりするんで、よくかき混ぜます。それから途中ですね、ちょっと色合いがもうちょっと黒い方がいいかなと思って、黒のアクリル絵の具も追加しました。はい、でだいたいこんな感じで5分ぐらいずっとかき混ぜました。でよく馴染んでくると、かき混ぜるのをやめると結構すぐに石膏が固まっちゃうので、片手間で石膏を混ぜ続けながら、先ほど作った外枠の、ポリカーボネートケースですね、これを用意しました。でここからいざケースの中に、作った石膏を流し込むような形になります。では、石膏の準備が整ったので、いざ、ポリカーボネートケースの方に、石膏を流し込んでいきます。ここでちょっと気をつけたのは、真ん中のケースの方にまず石膏を入れたんですが、これ溢れさせないように、気をつけました。今回はですね、中と外で、石膏の湿度が違うような状態にしたいと考えているので、溢れてしまうと外と、内側の石膏が接してしまうので、ちょっとそこだけ、そういった状態にならないように気をつけました。はい、だいたいこんな感じですね。石膏の注入が終わりました。だいたいいい感じでできたんじゃないでしょうか。では、2日ほど、石膏を乾かしました。かなりカラカラな状態に乾いてますね。で、中の、ケースと外のケースとで石膏が隔てられている感じですね。はい、いい感じです。で、この細いチューブを今からちょっと抜きます。はい、こんな感じで、はい、抜きました。そうすると、石膏がもう固まってるんで、チューブがあったところが穴のような状態に残るっていう感じですね。今回の設計では、この穴からこんな感じで、給水ができるような仕組みにしました。はい、こんな感じで、はい、いい感じにできました。
では次に出来上がったケースに蓋をかぶせました。これで完成形にだいぶ近づいてきましたね。左右のチューブ接続口は少し削って形を整えました。両サイドからチューブが刺せるような状態でチューブの接続口周りを少し滑らかにした感じですね。それからこちらが給水口になります。結構ですね、深く穴が開いている感じです。ではここに実際ですね、給水をして、どんな感じで湿度の変化があるのかをちょっと見てみたいと思います。ではこの水が入ったシリンジで実際にこの給水口に水を入れてみたいと思います。給水口自体には結構深い穴が開いているんですけれども、石膏が水を吸ってくれる時間っていうのもあるので水は結構ゆっくり入れてあげないといけない感じですね。ただ石膏に直接内部から、給水ができるという仕組みになっているので、この中にアリがいた場合も、あまり影響なくちょっとずつ給水が可能なのかなと思っています。ただちょっとゆっくり水入れてるんですけども、ちょっと難しいですね。急いじゃうとやっぱりちょっとずつ水こぼれますね。ちょっと加減が難しいです。そんなわけなので、ちょっと今回はチューブを刺して、そこから水を入れようかなとちょっと作戦変更しました。じゃあチューブがついたので、このチューブを通して給水をしていきたいと思います。では、ここから早送りでちょっと見ていきたいと思いますが、水が入っていたところからどんどん色が変わっていってますね。石膏が湿って色が濃くなっています。どんどん周囲に染みていって、給水できた部分がすごく分かりやすいですね。はい、じゃあこんな感じで給水が完了しました。外側には水が入って湿り気のある状態で、内側はカラカラの状態で水はこれ全く入りません。こういった形で、この部分が今回の飼育ケースの、肝の部分になるんですけれども、外側にはこういった形で、給水が可能です。ただ給水しすぎてしまった場合にアリがこの乾燥した部分に、一時こう避難というか逃げ込むことができると、こういった仕組みを、作りたかったんですね。これがアリにとっての、湿度の選択肢ということにもなるので、これがうまく機能してくれたらいいなと思っています。ということで今回はワンルームロフト付きタイプのアリシークスの製作編をお届けしました。まずはより大きなスペースと、湿度の選択肢ということを実現できるように、まずはアイデアを形にした形なんですけれども、このあと、コロニーを引っ越しさせたりとか、実際にコロニーが、快適にこの飼育巣を使ってくれるかどうかというのはまた続編で、様子をお届けできたらなと思っております。では、今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。